はい皆さんおはようございます国際女性でおめでとうございます今日からお越しくださった方で日本語の通訳が必要な方は同時通訳機をどうぞご利用くださいそれでは第3番目の基調講演ですインクルーシブシンポジウムを開催しますこのシンポジウムではいろいろなテーマを設定して インクルージョンを推進すべくさまざまな分野から基調講演者参加者をお招きしています。えー プログレス女性の進歩を加速化しようということでキャサリン先生もさまざまな活動をされていらっしゃいます本日はそのキャサリン・ディグネジオ先生 MIT のアーバンサイエンスとプランニングの準教授でいらっしゃいますをお,越しお招きしておりますまたデータとフェミニズムラボのディレクターでもありましてデータや計算手法をジェンダーや人種の正義のために特に 空間ととと場所いいうことに焦点をを当ててて活動をされていらっしゃいますいろいろなことに好奇心をお持ちで教会を越えていろいろな活動をして人々グループそしてさまざまな考え方をクリエイティブで重要な方法で結びつけるという仕事をされていらっしゃいます。 今日はオンラインでご参加をいただいておりますデータサイエンスとコミュニケーションへのフェミニスト的アプローチと題して30分間ご講演をいただきますその後質疑応答に入りたいと思いますそれではキャサリンさんにどうぞ温かい拍手をお送りください。 おはようございます。改めまして、えー、こちらでは夜なんですけれども、そちらは朝ですよね。えー、国際女性でこのような話ができて、大変うれしく思います。 キャサリン・リグナスヨです。今日はデータサイエンスとこのコミュニケーションに対するフェミニスト的なアプローチについてお話します。まず最初にキャシー・タカヤマさんにお招きいただいたことにお礼を申し上げたいと思います。最初にワンパノアグ民族とマサチューセッツ民族に 感謝を述べたいいと思います私は彼らの土地にゲストとして滞在し今日話す研究を完成させました今日お話しすることはデータフェミニズムという MIT プレスから2020年に出版されたローレン・クラインと私の著書から生まれたものですこの中で私たちは より倫理的な公平なデータサイエンスを行うために考察するフェミニズムの教えに基づいた7つの原則を提示しました。まず私たちがこの本を書いた動機についてお話しします。なぜ今このタイミングでフェミニズムとデータサイエンスを結びつけるのかそして私たちの仕事にどのフェミニズムが影響を与えているのかを定義し。 そしてデータフェミニズムの原則の実践例をいくつかご紹介したいと思いますロードマップとなったものですでは始めたいと思いますローレンと私がこの本を書いている時私たちはデータがとてつもないパワーになりつつあるということを認識していました私たちは これを実際の形で認識していました例えば企業資金の豊富な企業などがデータを活用しているそこから利を得ていると考えたのです例えばバージニア・ユーベンクス もう国家による過剰なデータ収集の弊害を示したアルゴリズム・イン・イクオリティを書いています。また、顔認証システムやその他のアルゴリズムにおける人種的偏見を明らかにする素晴らしい仕事をしたジョイ・ボーラウー・ウィニーと アルゴリズム・ジャスティス・ティリーグこれらの本が指摘し,指摘しているのはデータは確かに信じられないほど強力ですがその力は現在不平等に行使されているという事実です。こう力を行使しているのは一部の企業その他資金の豊富な機関なのです。そして彼ららがこれらのデータや AI シスステムをを設計し導入するためのリソースを持っていますまた彼らが自分たちの利益のためにデータやシステムを活用するときに他の全ての人の犠牲の上で活用されています。ここでフェミニズムが登場します。 私たちがこの本で説明しているのはフェミニズム特に交差するフェミニズムがまさにこの力に焦点を当ててきたということです力の不均衡とそれを引き起こす構造的な力に長い間焦点を当ててきましたつまり新しいシステム例えば AI とかアルゴリズムチャット BGTP といったものですね そういうものの基本的な考え方としてはシステムが特定のグループには最適化されているけれども他のグループにはそうではないということです。フェミニストにとってはこれは新しいものではありません。 私たちがこの本を書こうと思った主な動機の一つはデータやアルゴリズムシステムについて大衆メディアが常に驚きを表明していたからです。マスコミはこういうことについて記事を買う時に書くとき例えば女性がど,どうやってそんな。 差別アルゴリズムによって差別されているのか採用アルゴリズムによって差別されているのかとかどうやって石鹸のディスペンサーが自主的に偏るのかというようなことを質問してくるわけですそんなはずはないでしょう。女性を 石鹸ディスペンサーが差別するなんてありえないでしょう。というんですけれどもフェミニストとして言えることはこのような欠陥は実は全く驚くことではないということです。これは別にエラーでも何でもなく完全に予測できることなのです。ただフェミニズム などの分野を研究していいれば予測でできるととうことです、okay. so、でデータフェミニズムが概説している原則については後で説明しますがその前にフェミニズムについて簡単にご説明しましょう。えー、ほとんどの人はまあフェミニズムについて授業で学んだり何かしているかもしれませんがその何かまあ知っていたとしても 女性のためのものだと思っていると思いますまあ、そうではあるんですがそれだけではありませんフェミニズムの核心はあらゆるジェンダーの平等を信じることですしかし周りを見渡せばこの平等という目標がえまだ 信じられているものでしかないそして世界ではまだ実現されていないということに気がつくと思いますそこでこのフェミニズムの第2の定義になるわけですけれどもそれはこの平等という目標を実現するため女性やノンバイナリーのために 組織的な活動をすするというののが第二の定義ですそしてフェミニズムには3番目の定義がありますえ。これは不平等の問題に直面した先人である学者や研究者たちからの指針を 得ているものですこれらの理論は性差やジェンダーに関する不平等の問題を考えることから始まっています。そししててこれを実実際に実践してきたわけですですからこれが最もエキサイティングな部分ですけれども。 このフェミニストという考え方これは先ほど申し上げたように性差とかジェンダーに関する不平等を考えることから始まったのですが過去40年にわたる学問と現在の政治的状況によって 人種階級セクシュアリティ能力移民の有無など不平等をめぐる多くの側面が議論されるようになりました。 ここで私たちが本に書いた考え方交差するフェミニズムという考え方に戻りたいと思いますこの交差するフェミニズムという考え方すでに馴染みがある方もいらっしゃるかもしれませんが有色人種の女性フェミニスト特にアメリカの黒人フェミニストの活動から生まれたものです この考え方としては性差別について語るだけでは不平等を理解することはできないという立場をとっています。ですからえ例えばイビリバー・ミュー・ハーパーフランシス・ハーパーなどのような人々が理論化したものですけれども性差別と人種差別の両方に直面してきた黒人女性 の視点から理論化したものですキンバル・グレイシャーは交差の比喩として2つの力が交わる場所というふうに言っています人種差別と性差別は複合的に組み合わさっているので一緒に分析しなければなりませんただ他の交差的な研究は人種が もしくはジェンダーが例えば階級差別植民地主,主義人種差別などと交差しているということにも注目しています。この交差するフェミニズムとは力を構造的に批すする枠組みですつまり特定の人々が一方では抑圧を経験し 他方では別の人々が特権を経験するというその理由を考えるものです交差的フェミニズムというのは私たちの分析をより複雑なものにする分析ツールの箱を開いてなぜ不平等がなくならないのかについて多くの理由を考えようとしていますえこの本ではこの交差的フェミニズムの教えとその他のフェミニズムの活動や批判的思考を用いてより より倫理的で公平なデータサイエンスを行うための7つの原則を書いていますえ、これが7つの原則なんですけれども全部はお話しいたしませんただ例えば権力を行使する権力に挑戦する そして、二分対立な考え方、階級的な考え方を考え直す、感情を高める、そして多数主義を考えるなどです。そそのの権力についてですけれどもその不平等な 権力というものそれに関する研究がフェミニズムの中心にありますそのためにはまずその権力というものを検証しなくてはいけないそしてそれに対して挑戦をしていくどういうふうにバランスを変えることができるかを考えないといけないということですそしてフェミニズム私たちのこの の目標はデータサイエンスのためのフェミニズムを運用することでした。データビジュアル化 といいったもものについてもそうですでこの本では各原則に一章を割いています。そして各原則の根底にあるフェミニズム理論について語り、それがデータサイエンスにどのように適応できるかを多くの例を通して説明しています。 すでに例えばそのデータに対して感情を高めている高める方法などですねこれらの原則を実際に説明する方法として本の中で語っている例をお話ししたいと思います今お話ししたいそのコネクションつながりなんですけれども 皆さん、おそらくチャット GPT とか、その他の大規模な言語モデルについて、いろいろな議論を聞かれたことがあるかと思います。 これらのツールについて話すときにデータフェミニズムについても私たちは話すのですがあらゆる AI アルゴリズム言語モデルといったものは最終的にデータによって動かされるという考えに立ち上る必要があります。これらのモデルが 再生成している偏見や不平等の多くはデータの問題に関連しているからですですから今日は2つのデータの問題について話をしたいと思います欠損データと偏ったデータについてですこの権力の検証という章で最初に述べたポイントの1つはデータの偏りはデータセットが存在するずっと前から始まっているということです この問題に迫るためにこのミミ・オヌ・オハが作成した欠落データセットライブラリーという作品を例に挙げています。 彼女は2つの方法でこの点を指摘しています1つはネットにある GitHub のレポジトリですこれは例えば存在すると思われるデータセットなんですけれども 例えば、えー、ヘイトクライムで殺傷されたトランスの人々とか、犯罪歴のために公営住宅から排除された人々に関するデータセットです。で、このようなデータセットがあれば、えー、公に役に立つと思われるのですが、実際には欠落しています。 で2つ目のやり方というのがこの左側の物理的なファイルキャビネットの図ですけれども右側にリストトアッップされれたデータセットと同じラベルが貼られていますでそれをめくっていて興味のありそうなデータセット重要そうなデータセットを見つけてこのもっと詳しく知りたいと思ってフォルダを取り出して開くんですが。 そこには実は何もないんですここにあるデータセットは存在しないわけですオノがこの作品で言いたいのはこれらのデータセットが欠けてるのには理由があるということです それは今日の世界におけるデータ収集に関する権力の深刻な不均衡です。どのデータが重要なのかどのデータを収集しどのデータを収集しないかを決定する権力を誰が持っているのかということです。一般的に言えばそれは政府やその他の金融機関です。そして一般的に言えばマイノリティ集団にはそのような 決定権はありませんだからこそデータと AI に対するフェミニスト的なアプローチは権力の分析から始める必要があるのです。というのも往々にして私たちがアクセスできるデータセットやそのデータセットが訓練に使われるモデルひいてはデータセットが適切に利用できる研究課題や実世界での応用が権力の不均衡によってすでに過剰に決定されているからです。 もう一つの例としてこのデータが欠落していることに関する例ですけれどもこれはフェミニサイドです。これもはメキシコ市民であるマリア・サルゲーロがこの問題に真っ向から取り組んで欠落し,欠落しているデータ <laughs> 存在しないデータを 見過ごされているデータを自ら収集することを決意しました知らない人のために説明しておきたいんですがフェミニサイドとはジェンダーに関連した女性や女児の殺害のことですシスジェンダーやトランスジェンダーも含まれますフェミニサイドは国連やその他の国際機関によって人権侵害として認められています えこれはどのような国においてもメキシコを含むほぼ全ての国で犯罪として法的に定義されてはいますが国はフェミニサイドに関するデータを体系的に収集していません。えマリア サルゲイロはこの正式な対策がないということに不満を募らせメキシコ最大の女性殺人アーカイブを独自で作成しました2016年以降彼女は1日2時間から4時間かけてメディアの報道から抜粋したグーグルマップに女性殺害を記録していったのですグループチャットなども 使いましたそしてその情報をマップに落とし込んででいったのですそのすそ地図を使って、えー、例えば愛する人の居場所を探す家族を手助けしたりジャーナリストや NGO にデータを提供したりそしてメキシコ議会で何度も証言したりしています。これはフェミニストの カウンターデータと呼ばれるもので国家やその他の機関が住民の基本的な安全を確保しない時に介入する活動家ののデータ収集の一形態ですこれは権力に挑戦するためのデータ活用の一つの方法というふうに言えます。 ではここでこのマリア・サルゲイロさんメキシコの方について書いていたら本人にインタビューすることになりまして他にも彼女のような方々にインタビューをする機会を得ました。こののマリアさんのように アラティンアメリカだけではなく世界中に彼女のような方々がたくさんおられますそれが講じて共同プロジェクトに発展しましたこれ本をですね本としてまとめるんですが次の4月に出版予定ですフェミニスサイドのデータ活動家たちの創造性豊かで知的で感情を揺さぶる活動の記録をまとめたものですこれによって 権力に抗い社会的変革をもたらすということを目的としたものです。それからこの関連でそのデータがないということで言いますとまた権力への対抗ということで言いますと。 トレーニングデータのことを語る必要がありますすなわち LLMS 向けのトレーニングデータにおいてデータが抜け落ちていることがわかるんですトレーニングデータについて分かっていることまあ、もちろん規模が大きいとそれからいうこと以外にですね、インターネットからそのデータが来ているということなんですで、多くの情報で溢れているんですけれども この世界を完全かつ平等に表しているものではないということなんです。例えばレディとかタムラーだとかあいうんですけれども大抵若い人で男性そして情報がアメリカに偏っているということなんです。そして えーまあ、社会的な真実だとして世間にルフしていますがそうではないそれがチャット g p t の特徴なんですでオープン AI や他の LLM メーカーはトレーニングデータを公開していませんですのでどの程度バイアスのかかったモデルなのかを知るすべがないんです テストををししたたりり監査をしたりがでできないんです最近 g p t 4がリリースした発表によりますと使用したトレーニングデータは公開しないと明確にそこで述べているんです。これがその投稿ですねただバイアスをある程度測ってみることは可能なんです。それはリバースエンジニアリングの手法を使います。 ローレンが現在取り組んでいることですけれども、このトレーニングデータのいくつかを再構築をするということです。で、これはバークレーの大学院生、ルーシー・リーとともに、私の同僚がやっていることです。 より詳しくバイアスを検証できる手法です。で、その結果とても興味深いことが分かってきました。トレーニングデータが英語であってもつまり文字情報は全て英語であってもある一定の地域から来る文字情報つまりテキストは質が低いとみなされトレーニングデータから除外されている割合が高いというものなんです。で、これは他の研究結果とも一致していまして AI によるフェイクを 見抜く検知システムが英語話者よりも非英語話者により高い頻度でフラッグをつけるというような検証結果が出ています。つまりバイアスがかかっていいるととうことなんですす非英語話者に対してで,すでここまでデータセットやデータシステムに存在する権力について調べて抗うという事例を紹介してまいりました。 ではどうやったらもっとインクルーシブにできるのかそこで出てくるのが多元主義でいきましょうという考え方です人とコンピュータのインターアクションやデザイン公のプロセス参加共同デザインの研究などが長年の研究記録でありますデータフェミニズムにおけるこのようなアプローチすなわち多元主義を受け入れようと おいう,ふうに特徴付けたものそれはデータサイエンスやデータコミュニケーションのライフサイクルにおいてえ幅広いえ知識や観点つまり情報源から聞き取りをしていきそこから学ぶということです。これは このプロセスに多くのものを参加させていくというものです。で、ごめんなさい、あまり時間が残ってない妙ですね。 えではもう少し例を紹介していきましょうで、先ほど参加をさせると言いましたけれどもこれをですね意識をしてやっているものがありますそれはフェミニサイドに対抗していくデータというプロジェクトですこれは非常に慎重なやり方でデータの活動化 アメリカ国内それから世界的に活躍している人たちを,をえまとめてそしてコミュニティとしてえやっていくプロジェクトです。 参加を重要視したデザインにしていくというものです。でここから出てきたものはにはいくつかのツールがありまして活動家がデータプロセスのすべてのプロセスすべての段階の上で参加をしていくそしてそれをツールにしていくというものです。そそしてトレーーニングデータの中にそれを入れていく いくというものですつまりここで言いたいことは AI やコンピュータサイエンスデータサイエンスコミュニケーションというのはこの人たちをつまり日常を生きている人たちを多元主義で取り入れていくというような考え方です。 ここまで権力の問題と人々についていくつか事例を見てきましたつまり力を持つ人持たない人の関係性ですつまり二元的構造に対抗していいくととうことなんですフェミニストはこの二元対立二元構造に、えー、すなわちトップ層対底辺層というような二元構造に新しい 新しく照らし出していくということなんです。双方が両端に居続けるために二つの集団の間に引き裂かれた線引きです。つまり男性・女性、不平等なヒエラルキーです。 それがまず一つですねでそれを見出した後このジェンダーといいますと大体男性の方が女性の上に立つというヒエラルキー構造があります。ですのでフェミニズムは全体的にそれに対して懐疑的です。でこれを思考のレベルで考えるだけではなくこのヒエラルキーというのを取り除いていこうというものです。 でえー、これは自然と文化だとか主観と客観だとか理性と感情をわざわざ区別する考え方とこういうことをあぶり出していくというそして批判していくということです白人の西洋的な文脈に照らし合わせますと理性は感情よりもも良いものと教えられてきましたデータ特にデータの見える化がすごくそれに顕著に応えています。 データコミュニケーションではスッキリとしたデザインミニマリスト的な美事実のみをプレゼンテーションでは言うというのが最適だと考えられてきました。でこういうものを美しいと解釈する時それはなぜなんだろうかミニマリストな考え方事実のみをやると。これがなぜ 最適事例になるのか研究ではこういうものを美しいと解釈するその解釈そのものが実は感情を通して行っているんだということが分かっていますこの種の表を現実よりも本当のように信じてしまう傾向があるんです でそれに対抗をする例として実際これは動画なんですけれども今皆さんにお見せしていますのはオンラインでは動きます一つずつ弓のよう弓状の線がありますけれどもこれは一本一本動いていってこれが何かと言いますと実は。 えー、米国において2018年に銃関連で死亡した人の数を表しているんです。でこの一つ一つの弓状の線これが一人一人を表しています。でそれがだん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 スピードを増して重なっていくというものなんです。えー、非常に見ていいるのが辛い くなるんですねでそ,こそれこそが重要な点でこの動画で、えー、示されることで銃で撃たれて亡くなる人の数がいかに多いのかということが感情的に分かるわけです。でこれがここの底の部分が、えー、時系列ですねそしてそれぞれの線これが1人ずつの命です人生です。 でこのオレンジ色のところとグレーのところがありますがこのグレーのところが銃で命を落とさなかったらもっと生きられていたというところになります。すいませんこのデータ自体は国際 先進的な統計モデルをが情報の出どころですで。これは私たちに感じさせるものです、つまり感情を分き起こさせるものなんです。ですので、この統計を元になっていますけれども、可視化がより,情報なより多くの情報を言います。 ごめんなさい。30分経ったら教えてと言われたのでお知らせしますね。はい、そうですね。ごめんなさい。あと1枚だけスライド残ってるんですけど、ありがとうございます。ですので。まあ、このこういう風うな、えー、その見える顔をするとどうなんだという疑問の声を投げる人もいます。しかし、えー、フェミニズムの考え方では、えー、感情に訴える方が。 単なる視覚化よりもより説得力を持つというふうに考えています感情と理性のバランスを取り戻すことそ,れそこにデータコミュニケーションのツールボックスが開いていき そして、えーまあ、感情に訴えかけるということなんですが、まあ、これについて失業とのところでお答えできればと思っています。えここまで紹介してきた事例からデータフェミニズムが強調していることそれはデータサイエンスの拡大解釈と AI へのインクルーシブなアプローチです。デーーーータサイエンススススというののは、えー、今日非常に多くのアーティストトトジャーナリストヒューマニスト コミュニティづくりに取り組む人々たち活動家が頑張っている取り組みでもっとここに視線が向けられるべきですで、アートワークなんですけれどもこれ実際、えー、データジャーナリストに基づいたアートな作品を今紹介しています絵本でもたくさん事例を紹介しています私たちの論点をよく表しているもの読者に対して行動を借り立てるものをデータというのは多くの問題の根底にあるものですです からこそソリューションも内包しているということが言えるんです。え今日はこのシンポジウムにお招きをいただいて本当に嬉しく思っております。Q&A でコメントやご質問や感想などをいただければと思っています。ありがとうございました。ありがとうございます。十分ほど。 質問の時間がありますもちろん十分ではないと思いますけれどもあのキャサリンがおっしゃっていたようにどんなご質問でもお受けいたします。このトピックについてさまざまな経験歴史についてコメントなどを聞かせいただければと思います。ご質問がある方は手を挙げてください。 キャサリンさん、シンガポールからポアン・フンと申します。2つコンセプト、非常に重要だと思われるコンセプトがあるんですけれども、第3のスペースというもの、それから、 ハイエラルキーのロジックを疑うということです。7つの原則なんですけれどもそちらについてもう少しご説明していただけますかこのどういう原則を持ってこれを作ったのかその主観的データ。 客観的データということ、それからロジックですね、そちらについてお話しいただけますか。コンセプトの部分、ちょっと聞き逃したんですけれども、2つのコンセプトを繰り返していただけますか。1つはスペースとロジック。 ロジックですロジックの、まあえー、ストラクチャーというものですけれどもあの7つの原則を挙げられましたけれどもそのデータフェミニズムを、えー、再定義する上で、えー、スペースもしくは その権力に対する権力のロジックを疑うということは入っているんでしょうか分かりました。私たちがやったことはそのロジックそに基づいた運動でどういうふうに私たちの知識が構成されているのか。 そしてフェミニズムの貢献としてはやはりその知識というものに関する考え方を広げたということがあると思いますさまざまな声を活用することでその知識を構成しようというグループを広げたと言えますそれからデータサイエンスもそうですけれども とても量的なものだというふうに考えがちな分野ですけれども決まった方法でデータを集めているものだと思いがちですけれどもデータサイエンスという考え方自体を私たちは広げています。これは例えば人々がそそののの会話によってそのデータサイエンスの 枠組みをを広げてていいいくととうことをしていますそれからデータ私たちにとっては必ずしも量的なものというだけではありませんシステマチックに収集されたもの例えばアーカイブなどもデータと言えますしさまざまな証言歴史といったものもデータと言えると思います ですからフェミニストの活動によってこれがデータだと思われていた硬い殻を破ってきたと思います。つまり量的なものだけだと思われてきたものを変えてきた。 実際には他のやり方があるんだよということを見せてきたと思います。あのご質問にちゃんとお答えできたとは思えないんですけれどもどうでしょう,そうです、ね、あの後でご連絡が取れるようにしますのでさらにフォローアップご質問があればご質問ください。他のご質問を受けましょう えーまあ、ちょっと振り返りといいますか感想なんですけれどもオイストで働いておりますがサイエンティストではありません。とても興味を持ったのが感情に入れる感情を 理性よりも劣っているというふうな点をお話していらっしゃいましたねそういうものの見方があるとなるほどというふうにお聞きしました。で歴史を振り返ってみても物事はそういうふうな捉え方をしていたんだと思います。で除染というのは えまあ感情的な反応を職場でやるというふうにそうですそうですよく言われますのでなるほどと思いながら聞いていました非常に面白いなと思ったんですでちょっと質問なんですけれどもサイエンティストの同僚の方がいますけどもねここにでサイエンティストの従来の成功というのは私はまあサイエンストじゃない立場から言いますと 合理的な決定を下すことということだと思うんですね、まあ、データのそのものですよねデータはイコール数であると要するにそれが権威を持って見られるわけですよねで、えー、あのそういうことをそういう情報に基づいた決定をしていくわけですよねでサイここにいるサインエンシストの皆さんに聞きたいんですけどこういうヒエラルキーですね理性と感情のヒエラルキー これはについてどう思いますか、えー、まあそれはいいのか、えー、良きサイエンティストとはどういうべきであるのかでこのような価値観というのが皆さんのキャリアやその昇進ということにどう関連してるんでしょうかでそれをいい方向に変えていく方法があるとしたら何でしょうかということをお聞きしたいと思います。 はいちょっと反応ですけどもサイエンティストとしてですね、まあ、サ,イサイエンティストと呼ばれましたけど私にとってキャリアを振くり返ると、まあ、サイエンスはサイエンスでなんですよ。でそれを他の人に伝えようとするときですね。特に そのサイエンスのアクセスがない人に対して話をしようという場合ですねで、まあ、そのサイエンスに特に関わりたいくも思ってない人ですよねでその時にはアーティストの力を借りりることがありますそうしますとそういう感情的なところに訴えることができますしアーティストと働くことで彼らは非常に違うアプリアプローチを持っていますので。 その私たちがの体験がその作品として現れるわけですよね。サイエンティストというのはつまりまあ女性であれば職場で妊娠した状態でいられたら困るとそれではダメだというふうな言い方をされることもありますよね。 でえー、昨日、ニューロダイバージェントの話を聞きました。で、私がよくやるのは、えー、ジャンプするということなんです。女性は直感的だと。で、えー、他人を悪く言うようなことを言うと。で、私は。 大きくジャンプをしてリサーチの時に良きサイエンティストになるようにしていくんですけれども論理的にいくと順序立ててやっていくステップを取りながら少しずつやっていくということですよね。 あのいろいろと話をすることがあると思います。えー、キャサリンさん、あの多分あと1つぐらいしかご質問を受けられないと思うんですけれどもあの、非常に刺激を受けていろんな議論が起きています。じゃあ、あと1つですね。あのコメントなんですけれどもあ、さっきおっしゃったことにさらに付け加えるんですが。 やはり科学者の中にはその近代科学においてはその自分の個人というものは置いてくるとで中にはそれを他の人よりも強いられる人がいますで科学のコンセプトとしてはデータそれがデータをどう分析するか。 に反映されるんですけれどもあの例えば、えー、男性女性という二元主義でデータを解析しようとしてもやはり実際には多くのスペクトラムの中にいろんな人がいるわけです。ですからその生物学的な性別 というものにだけに特化してしまうと二元主義になってしまうんですけれども例えばシスジェンジャーだとかインターセックスの人も研究者の中にもいるかもしれませんそうするとその人たちの経験が研究に合致しないということになりますでインターセックスの研究者に はそういうカテゴリーからは除外されてしまうわけです、現代の科学では。ですから、そういうデータは作れないという、そういうデータを除外してしまうということになってしまいます。そのおっしゃったような人間主義的なものではです。ただ、科学者はそういうふうに強制されている部分があります。 というのもやはりこれまでの研究はそういう考えに基づいてきたのでそれに従わなければいけないというような風に強制されている部分がありますですから自分たちのジェンダーですらどんに置いてこなくてはいけない研究室の外に置いてこないといけないという風になっていると思いますさまざまなプレッシャーがあると思いますですからこの部分についてちょっとコメントさせていただきました ありがとうございます、えー、もう残念ながらこの後のスケジュールもありますのでここで終わりにしないといけませんけれども是非、えー、アンケートにも答えていただいてそれからキャサリンの本もご覧ください。 このプレゼンテーションにご参加いただきましてありがとうございます。そして皆様、好奇心を持ってオープンに議論をしてくださってありがとうございます。それからキャサリンさん、その研究、情熱、考えを共有してくださってありがとうございました。あの写真を撮りますので、写真の後ろの方にそのまま写っていただきたいと思います。ありがとうございました